はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、東京オートサロン2018トヨタ A86 スプリンタートレノです。じゃあしっかり見ていきます。ボディカラー自体はワインレッドぐらいのメタリックなのかな、ちょっと濃いめのレッドって感じです。で正面はこんな感じで、うん、ヘッドライトが開いてるね、かっこいいね。でボンネットにはオートサロンのロゴが入ってます。で横からはこんな感じだね。ボディカラーはツートンだね。で後ろの方はこんな感じで、ちょっと見づらいけどここにツインカムって書いてるね、なんか懐かしい響きだね。で反対側はこんな感じです。で上の方はこんな感じだね。でサスペンションが普通についてて、でタイヤがノーマルトミカのホイールになってるね。でドアが開きます。あ、でよく見ると運転席と助手席でシートの形が違うんだね。運転席の方はバケットシートになってるんだね。で助手席の方は通常のシートなのかな。で後ろの方を見るとトヨタスプリンタートレノ2013って書いてあるね。はい、今日は東京オートサロン2018トヨタ A86 スプリンタートレノを紹介してみました。で第一印象がパッケージで見るよりもボディカラーはちょっと濃いめのレッドになってます。うん、で最近こういうヘッドライトも少なくなってきてるよね。はい、こんな感じで今日もおしまいです。またチャンネル登録の方お願いします。バイバーイ。